こんにちは、コーチングアーツです。さあ、第一章の寄り道を終えてですね、終章に戻ってまいりました。ここより終章の第6節になりますね。6節の勘のところです。コツの話はこの前段で一応ひとしきり解説が終わってるわけでございますから、続いて勘に行きます。6節、はい、勘、創発能力の発生分析、硬いですけど、いわゆる、ね、勘がいい、ね、まあ、特にですよ、技の伝承ですから、スポーツですから、運動ですから、運動の勘、運動表現における勘って一体どういうものであり、どうやってやるとそんなものが出てきやすいんだいという解説になりますね。勘、創発能力の発生分析、ここにやっと入ってまいります。これも復習ですけど、コツと勘分けて喋ってますけど、表裏一体ですよねということをもう一度確認です。コツと勘の表裏性、また表と裏、双方ね、こう絡み合いで存在するものですよね、その確認。そして、それがどうやって出てくるんだ、全然分からなかった感覚、運動感覚がある日突然芽生え、それが熟達し、自動化していく、即興化していく、このプロセス、これはまさに発生じゃないですか。我々ね、分かんなかったことが徐々に分かっていく、すごく分かっていく、かなり分かっていく、マスターになるというプロセスですよね。その発生論的運動学が一つ、金子運動学の真骨頂ですよね、ということの確認です。そのコアに来るところのコツ感の感の話に入りますよ。はい、では早速です。教科書のそのまま文言で表題持ってきてます。状況における再感現象ということがのっけに来ますけどね、これが分かるにあたっての説明を2段構成、ボード2枚かけてお話しようと思うんですが、まずは感とはですよ、感、ね、とは、ね、調べれば山ほど解決もつかない世界ですけど、せめて言葉にして説明しようという企みです。3つこのボードではご説明お話します。1つ目は第6感だろう。それは第6感だ、やつは第6感が優れている、よく言います。第6感って分かりますって言ったら、あれそんなのあったっけ。皮膚核なら五感として、視覚なら五感として、味覚なら五感としてあるものの、六感ってんっていう話。そうなんですよ、もう今でもそうですけど、あえてそれを言語化して第六感と言い、はい、せめて言葉で言いましょう。言葉にならないものを言葉で言うっていう非常に矛盾した世界にいるんですけど、はい、言語以前の動物感性、せめてこれが言い換えになるんじゃないでしょうか。六感に言葉はいりませんよ、いうぐらいのことですね。難しいこと、あいにブラックボックスだけどね、ブラックボックスなんですけど、ブラックボックスの周りに立とうとしてる企みです、我々のは、ね、ブラックボックスだよ、それはもうほっときゃいいっていう態度と、いやいやとは言いながら周りに立つことによって、なんとなしこう輪郭がぼやけて見えてくるんじゃないかと、いうまだその次元ですよ。でもこれだけでも指導者、コーチ、チャイナー、うん、まあ知りたいですよね、いかにして発生するもんか、はい、言語以前の第六感ではありますけどね、というのが一番目の言い方です。二つ目、感、はい、感、まさに感を感じにしましょうということで、この字ですよね、ね、こうなかなか感じ忘れちゃう時代ですよ、これですから思い出してください。また検索してもらってもいいです。漢の字です。じゃあこれ開示しましょうとしたときには、これずいぶんね、前、技の伝承以前の前、以前のあのスポーツ運動学、浅岡先生のスポーツ運動学を解説してたときに、この漢の字の開示をご説明してるんですね。覚えてる方、あ、そういえばなのか、またはおっとっけ、まあ、両者に分かれるかと思うんですけど、この漢の字の開示の解説に関して、技の伝承の中の金子先生の解釈は実際印刷されて皆さん手元にありますが、それはパブリッシュされてるということでもう共有してますよね。挟むという概念を金子先生使われました。勘という字の大元には、自戒すると挟むということがあるだろうと、
ある。だから挟むということは何かと何かが違った異質がねこう巡り合うことによってこう生じる比較ですよね。確かにこうなんか違うぞ、ザラザラするっていうとこれ比較してますよね。そういう意味で挟むことによる比較行為がこの勘という字には含まれているだろうということで勘を解説して いかれてるんですよ、ステップとして。ああなるほど、勘塚先生そう解釈されるんですか。それは私として理解をしました、解説させていただいている立場として。ただまあこれはねいろいろそうです、私の試験も入れさせてもらってるんでそれが解説なんでしょうがないと思ってください。コーチングアーツとしての解説は勘の字イコールですよ、細かく言いません、深入りです。これ何それなんですけど、何それでいいです深入りしすぎたんでちょっと今日さ深入りしちゃってさやめとけばよかったにってよく言いません、その深入りですよ、うん、と思うんですけど これですよ、しょうがないです、うん、どこから調べたかってじゃあ一応言ってきますね。東堂昭康さんでも調べれば分かります。戦前戦中戦後を通して、日本で二大巨頭がいます、漢文漢学者ですよ、漢字学者諸橋哲司先生と東堂昭康先生、これ二大巨頭なんですよ。この方の両方の漢和辞典を調べた結果どうやらこういう解釈もできるなと、深入りだと。私こっちに共鳴したんでコーチングアウトすると漢の意味を深入りとさせていただいてます。はい、これどう取ろうと、金子先生は挟むという、私は深入りで解釈しましたのでこれはこれでご紹介しておきます。はい、2番目の意味ですね、字の持つ意味です、深入りということ。では3番目として、長々とこう解説文なんですけど一応技の伝承のまま書き出しましたから読み合わせ的にします。でもこれ読んだって釈然としませんからこの次のボードで詳しく説明をするんですけどね、一応教科書になぞらえます。勘とは私を取り巻く運動感覚的時空間、うん、なんですよ、運でいいんですよ、そんなもんですから。私を取り巻く動きにまつわる時間と空間だよねということを言っている、私の体を中心とした空間性と動くことによる空間性と生まれるリズムにおける時間性みたいな、はい、の状況です。私の体を取り巻くそういう動きの状況が顕在化し周りですよ感じられるってことです。確かに自分の中にあこの環境でこの空間かとこの時間リズム感かというものがあらわに自分で感じられると顕在化する顕在化しその目的的な状況判断に基づいて、スポーツ行為って、ね、むやみ当たると動くことじゃないですか。あのことをあのプレーをしたいという時にじゃあその時自分の取り囲む周りの状況ってどうなんだろう、でディフェンスとの距離感なのか、またはゴールとのゴールへの自分の足のリズム感なのか、さまざまありますよね。そういうものに基づいて目的に基づいてですよね。じゃあこうした方がいいって自分の中出てきますよね。このタイミングとこの残りのスペースか、じゃあどうしたがいいなという判断が出てきますよねということを言ってる。今読みますね。有意味な動き方を今言いました。目的に合わせた有意味な自分にとっての意味のある動き方を決断し、そしてよしこれでいこうと承認できる運動感覚能力これ随分汗かく表現ですけど汗かくんですよ、うん、もう一回一応読みますよ。私を取り巻く運動感覚的時空間の状況性が顕在化し、その目的的な状況判断に基づいて有意味な動き方を決断し、同時に自らそれを承認できる運動感覚能力という解説でございます。分かりにくいですね。これが解説の意味は僕は果たしませんから、なんだのってことをこの次のボードでものすごくルンルンルンって煮崩して分かりやすく皆さんにご紹介します。この次のボードね、この言葉はこのまま流しておきましょう。これはもう作られたある完成品ですから、はい、もう一枚お持ちくださいね。あくまでここは勘の解説でございます。なんだろうってことね、お待ちを。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。